ツヤ感や指通りのいい柔らかい髪の毛になります。チェキチェキ、こんにちは。表参道ヘアアーティスト、あやまるです。今回は夜寝る前の1分で髪の毛をサラサラツヤツヤにする方法を紹介していきたいと思います。何をするのって思いますよね。それは夜皆さんお風呂入りますよね。その時のシャンプーの時、1日1分の頭皮マッサージをすることによって頭皮の環境だったり血流が良くなって髪にも水分油分が行き渡るようになるので、ツヤ感や指通りのいい髪の毛にできます。さらに女性には嬉しい顔の老化、ほうれい線にも効果があるんです。もう絶対した方がいいです。私も本当にやってます。簡単でささっとできるのに嬉しい効果はいっぱいです。今から実際にやっていきながらポイントやコツを説明していくので、ぜひ参考にしてください。はい、では早速説明していきます。まず実践の前にポイントをお伝えしていきます。ただ適当にやればいいってわけじゃないんですよ。重要なポイントは3つ。1つ目、まずは全体の指圧。この指圧をすることによって血行の流れを良くします。次2つ目、全体のマッサージ。このマッサージをすることによって筋肉をほぐしていきます。そして3つ目、手の腹で引き上げる。最初に血行を良くして筋肉をほぐして、で最後に引き上げるっていうイメージです。この流れをすることで効果が期待できます。今から私は説明しながらやっていくので少し時間はかかってしまうんですけど、皆さんはシャンプーの時にやってもらえたらなと思うので、だいたい1分ぐらいでできちゃいます。はい、ではまずこの横の側頭部、この側頭部を指圧して血行の流れを良くしていきます。この側頭部って血管が太いんです。逆に頭頂部には細い毛細血管しか通っておりません。なのでこの側頭部の血行を良くすることによってこの細い毛細血管の血流も良くしていきます。なので特にこの側頭部、この側頭部をしっかり動かして血流を良くするというのを意識してやっていきたいと思います。はい、ではまずこの側頭部から頭頂部に向かって指圧を行っていきます。手のひらを軽く開いて耳の上に置きます。こんな感じですね。耳の上にこうね沿わせるように指を置きます。そして3秒を目安に指圧をしていきます。強さは痛くない程度、ちょっと気持ちいいなって思うぐらいがちょうどいいです。だいたい4箇所ですね。 1,2,3,4 と1箇所3秒ずつ指圧をしていきます。で今この横の部分、側頭部をやったんですけど、ちょっと後ろにずらして今こうやって置いたんですけど、このぐらいの位置、少し後ろからも指圧をしてあげると指圧漏れがなくしっかりと頭皮の指圧ができます。はい、今側頭部から頭頂部に向かって指圧ができたので、次は前頭部から頭頂部に向かって指圧を行っていきます。これも同じ要領です。指の腹で1箇所3秒程度指圧を行っていきます。だいたい前頭部から頭頂部にかけては 1,2,3 箇所です。はい、次後頭部から頭頂部に向かって指圧を行っていきます。これも同じ要領ですね。だいたい1箇所、2箇所、3箇所、4箇所、ここまでが指圧をして血流を良くするマッサージです。どうですか？これやるだけでもうちょっと頭ポカポカしてきませんか？ちょっと熱くなってきました、私も。でもこれは血流が良くなっている証拠です。はい、では次ですね。次は筋肉をほぐすマッサージになっています。またさっきと同じようにこの指の腹を使ってやっていきます。まずさっきと同じです。側頭部から頭頂部にかけてマッサージをするので耳に沿って指を置いていきます。そしたら次は円を描くようにマッサージを行っていきます。ちょっと上に持ち上げるっていう意識を持ちながらぐるぐると円を描きます。これもさっきと同じで側頭部はだいたい4箇所3回転ぐるぐるさせていきます。はい、今前側ができたので少し後ろに手をずらして後ろの側頭部もマッサージしていきます。でこの時ちゃんと頭皮に指をつけてくださいね。髪の上からこうマッサージするのではなくて、しっかり指を中に入れてこのように頭皮を動かすイメージでマッサージをしてください。こうやってマッサージする時に顔の筋肉がこうやって動くようにやってください。はい、そしてさっきと同じ工程、次覚えてますか？そうです、前頭部から頭頂部にかけてです。ここも 1,2,3 さっきと同じ3箇所に分けて1箇所を3回転ぐるぐるしていきます。この時もおでこがこうちょっと引っ張られるように上に持ち上げるイメージでマッサージを行っていきます。はい、次後頭部から頭頂部にかけてです。今は分かりやすいように指を見えるように髪の上に置いてやっているんですけど、皆さんはこう中から指を入れてしっかり頭皮を触るように、その状態でマッサージを行ってください。はい、ここまでが筋肉をほぐすマッサージです。いやー結構熱くなってきますね。
はい、ここまでが指圧で血流を良くして、そして筋肉をほぐしている状態なので、次はその筋肉を上に引き上げていきます。この筋肉の引き上げっていうのは、手のこのぷっくりしている腹ありますね、ここの手の腹の部分、ここを使っていきます。やる工程はさっきと同じです。側頭部から頭頂部にかけて、前頭部から頭頂部にかけて、後頭部から頭頂部にかけてやっていきます。これも1箇所だいたい3秒です。早速側頭部からやっていきますね。この時もね、顔が上にギューッと引き上がるように、ギューッて、こんな感じです。もう目がつり上がりますくらいの引き上げでやっていってください。はい、では早速やっていきます。まず側頭部にこの手の腹、耳の上に置いてください。そのまま上にギューッと引き上げます。ほら、顔が上がりましたね。これやってください。だいたい1箇所3秒。この時も髪の毛でちょっと滑っちゃうかなって思うんですけど、なるべく頭皮を上に引き上げるイメージでやっていってください。はい、側頭部から頭頂部ができたら、次は前頭部から頭頂部。はい、最後は後頭部。後頭部も1、2、3箇所に分けて引き上げを行っていきます。はい、以上が頭皮マッサージになります。どうですか、血流が回って熱くないですか？ポカポカしますね。もちろんこの辺が、顔周りがすごい熱いです。これをすることで血流が良くなって、頭皮環境も良くなって、髪にも水分、油分が行き渡るようになって、ツヤ感や指通りのいい柔らかい髪の毛になります。さらに薄毛だったり白髪の対策にもなるんです。そして髪の毛だけではなくて、なんと顔にも嬉しい効果があるんです。老け顔防止、顔の老化、ほうれい線、おでこの横じわ、顔のたるみ、これらも頭皮マッサージをすることでいい効果が得られるんです。もう絶対にやった方がいいですよね。ぜひ今日のお風呂からでも皆さん実践してみてください。はい、ということで今回は1分で髪の毛がサラサラツヤツヤになる方法を紹介していきました。参考になった方はいいね、チャンネル登録お願いします。下にコメント欄もあるので、ぜひ皆さん感想をお待ちしております。はい、ではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあねー。